にちは、大島です。次はですね、パソコンで設定したものを全部ですね、スマホも同じように反映させていく、共有していくっていう作業になります。で、これもですね、結局のところはパソコンで、簡単に作ったものをスマホと一緒にしていくっていうだけですので、全く難しいことではありません。パソコンでやった作業を同じようにスマホでもやっていくというだけです。で、なぜこれをやるのかっていうと、管理はやっぱりパソコンの方がどうしてもしやすいんですね。で、パソコンで見てスマホでいじるっていうのもできますし、そもそもですね、これは概念としてはアカウント、Google アカウントっていうのはどこからログインしても同じところで、繋がっているわけです。なので、パソコンでログインしてアクセスして、パソコンからアクセスしていても、スマホからアクセスしていても、いじっているところは同じなわけなんですね。なので、その辺をですね、しっかりと頭に入れて、別々に作っているのではなくて、全く同じものをいじるっていうことを頭に入れて、ぜひ進めていきたいなと思っておりますので、ちゃんとしっかりとついてきていただければなと思います。それでは、これから先はスマホについての Google の設定になりますので、ぜひ頑張っていきましょう。